こんにちは、山口宇部経済新聞です。今日は古い町並みが残る山口市の大殿王子にやってきました。現在大殿王子は大殿ひな散歩の期間中で、雑貨店や民家など15箇所が華やかなひな人形を飾っています。昭和3年から現代まで作られた時期が異なる人形を鑑賞し、時代の移り変わりを感じることもできます。中には県内の作家が作ったひな人形も並び、来場者は和やかに散策を楽しんでいます。3月5日にはメインイベントひな散歩デーを開催。より地区の歴史が感じられるようにと、今年は大内市館跡の地仙庭園や龍福寺を会場に、市民による華やかなファッションショーやコンサートを実施しました。このほかワークショップやスタンプラリーも行われ、当日は家族連れや地域の子どもたち、市外からの来場者でにぎわいました。大殿ひな散歩は3月18日まで開催しています。以上、山口宇部経済新聞でした。